してる。小さなメダルかな。あ、命の木の実がお墓の前に。ミニアは墓石を調べた。錬金術師エドはここに眠ると刻まれている。切ないね。てかお墓これだけなんか。どういう状態なんだろう。あ、ちょっと出れないね。ここ一旦戻ってきたのはいいけど、ここで得られた情報はオーガンさんを探すってことかな。まったく憎きはバルザックじゃ。初めからエドガンの発明を盗み気で弟子になったのじゃろう。ところでこれは秘密じゃかな。エドガンのオーリンだわ。エドガンのもう一人の弟子オーリンはこの村の西の洞窟に身を潜めているらしいぞ。オーリンならバルザックの居所を知っているかもしれない。オーリンも狙われてるのかな。なんで殺すまでしたんだろう。ずっとこのペスタついてくる。かわいいな。わ、ほんと田舎って感じだ。じゃあこの西に洞窟があって、そこに行けばオーリンさんがいるって感じなのかな。あ、誰もいない。じゃあだいたいみんな話しかけたかな。ここ自体あんまり人がいない感じする。ここあるか。ここ寄っていくか。あ、こんにちは。覚えられてるかもね。エドガンさんの娘さんだね。この村のあんたたちからお金をもらうわけにはいかないね。ただでいいよ。休んでいくかい。休んできます。ありがとうございます。じゃあゆっくりお休み。なんかラインハットの国を思い出したただで泊まれる優しさ。まあ、この時代はさ、多分泊まるって言ってもお金10ギルとか、高くて10ギルぐらいのイメージだからそんなに痛くはないんだけど、嬉しいよね。なんかね。じゃあ行きましょう。西の洞窟ってことはこっちだね。この橋を渡るのか。おもんじゃ。よし、多分ここの洞窟だと思う。入ります。初めての洞窟。マーニャ、ミニアちゃんたちはこんなところに人がいるなんてちょっと信じられないけど。ああ、やだやだ、私ってば洞窟って場所が無条件に嫌いなのよね。ジメジメしてたり臭いからかな。綺麗じゃないってか普通にいるけど。おや、あんたたちもこの洞窟に静寂の玉を探しに来たのかい。でも諦めた方がいいよ。私もはるばるモンバーバラからやってきたんだがね、どうしても下に降りる階段が見つからないのだよ。そうなの。お、石人形だ。戦っていきましょう。でも結構レベル上げしたからね、基本ワンパンで死ぬようになりました。はい、下に降りる階段を見つければいいのね。なかなかないのかな。宝箱。おい、キミラの翼。こっちら辺にないのかな。あると思うよ。お、お、階段じゃない。これでも動くんじゃない。え、戦闘か。どっちだ、から普通の戦闘かな。ほい、よし、やっつけた。ここ乗ったら動くんじゃないの。やっぱりこの下でオーリンさんの研究が行われてるのかもしれない。身を潜めてるって言ってたもんね。どういう心境。ああ、嫌いなんだ。別に何も感動もしてない。なんか秘密の装置って感じだよね。命の木の実、これ広そうだな。またこれも階段だよね。下に降りる階段だ。ちゃんと宝物とか取り逃しないように見ていこう。こっちもなんかありそうだね。あるある。あれ、上にも通路ある。まず上から行ってみるか。近く深くで研究してるのかもしれないね。さあ、宝箱の方だったら嬉しいな。どっちだろう。宝箱とかじゃない。こっち広いかな。結構深いよ、ちゃんとした洞窟。こっち行って宝箱だ。あれ、この人オーリンさんかな。あ、闇のランプ手に入った。多分そうだよね。闇のランプだ。朝と夜が入れ替わるやつだね。もしもし。いやいや、マーニャ様に。ミニア様、私です。弟子のオーリンです。
何ですって、お二人だけで敵討ちの旅を。おお、なんということだ。ならば私もお嬢様方と願いは同じ。私もエドガン様の敵討ちだけを胸にここで傷の回復を待っていたのです。そうなんだ、噂ではバルザックめ悪魔に魂を売り強力な力を身につけたそうです。しかし静寂の玉さえあれば奴の力を封じられるはず。とにかくこの私もお供させていただきます。さあ急いで参りましょう。ありがとうございます。オーリン錬金術師なんだろうね、多分。ていうか悪魔に命を売った、魂を売ったっていうことは乗っ取られたとかなのかな。その可能性もありそう。あ、オーリン戦える。あ、でもこっちであの操作はできない感じだね。ありがとうございます。このメイジキメラも遭遇したんだけど、初めて会った時めちゃくちゃ強くてびっくりした。すごい死にそうになったけど今では乗り越えられるようになりました。っていうかオーリンさんめっちゃ HP あるな。こっからじゃあ上がんなきゃいけないね。てっきり私この地下に施設を作ってたのかと思った、復讐のためのみたいな。ここはもともとこういう作りだったってことかな。じゃあ下の方行ってみよう。ほほほ、こっちに行って、さあこっちに静寂の玉がありそうな予感だね。いつまでついてきてくれるんだろう。ねえねえ、私たちまだここから出られないの。え、静寂の玉、そんなのどうだっていいじゃない。え、話聞いてた、マーニャ。なんで、結構それが大事なんでしょ。悪魔に魂を売った人間ってめちゃくちゃ怖いよ。よいしょ、こっちが住むルートっぽいね、この感じ。さあ、あの宝箱の場所に着くかな。だいぶ深い。こっちに行って、そうだね、これ見えてたとこだから宝箱ありそう。お、これなんかすごい禍々しい感じだった。マーニャは静寂の玉を手に入れた。これでもうこの洞窟には用はないんでしょ。だったらさっさと出ましょうよ。なんでマーニャちょっとこんなイライラしてるキャラなの。みんな喋らないじゃん。じゃあもう私リレミト覚えてるので、リレミトで出ようかな。倒していこう。よし、公民村戻ってきた。この王林、こうして外に出るのは久しぶりです。ずいぶん長い間あの洞窟の中で傷の回復を待っておりましたから。バルザックのやつめ、一体どこに隠れているのか。バルザックがお父さんを殺した後、殺した後悪魔に魂を売ったのは分かったけど、まだ完全な居場所までは分からないのよね。そうね、ここまでで気になった話って言えば、やっぱりキングレオの王様の話ね。どうする、キングレオのお城に行ってみる。え、キングレオのお城の話今まで出た。とりあえずこの人連れて帰ってくればいいのかな。そういうことでもないのかな。はい、あ、それは知ってるんだけど、あれ、誰だっけ、ここのおじいちゃんとかがオーリンさんがって言ってたよね。はい、あ、言わなくなったな。あと誰だっけ、オーリンさんって言ってたの。このおばさまかな。おや、確かオーリンさんだよね。あんた生きてたんだ、よかったわね。あ、それで終わりなのか。あれ、え、じゃあさ、今の会話を聞いて、キングス村だっけ、キングス村じゃない、キングスの王国かな。確かね、この上に王国あったんだよ。こっから結構行けるところ多くて、上にお城がありました。そっちに行ってみましょう。じゃあ、でい、とんがり頭。この子も最初すごい強かった。これかな。 OK。 今の敵すっごい強かったんだけど、レベル上げするためにここら辺も来てたんだよね。3人で戦うキャラクターだったのか、今の敵。行ってみるか。ここ行けるかな。結構私しっかりレベル上げしてる気がするぞ。ずっとその話してるけど、ここは偉大なるお城、キングレオだ。はい、通してくれるのかな。なんだか威圧的なお城。そうだね、鍵のかかった扉の先に行かれたいのでしたら、このオーリンにお任せください。
とりあえずここの王様に会ってみるのが先決ね。あれ、そんな話してた。しかしオーリンが鍵をこじ開けた。前にいた兵士。あ、でも世界観はすごい綺麗。降臨図村とかを管理してるのがこのキングスだっけ。なんです、キングレオだ。キングレオ王国なのかな。黄金に輝くドラゴンの像だ。お金のかけ方すごい。すんごい王国って感じ。あ、これなんかマーライオン。え、あ、そっか、階段ね。マーライオンかと思った。なんか走り回ってなかった今。なんか王国っちゃ王国っぽいけど、窓がなくてなんか暗い感じする。ここの2階、人はいるね。こんにちは。王様の部屋がどこかは大臣しか知らないと思うよ。大臣の後をつければわかるだろうけど、後が怖いしね。ほう、あ、かわいい女戦士だ。この城の大臣は臆病なくせにいつも威張ってるんだよ。あいつの部屋の前で大きな音を立ててごらん。きっとびっくりして王様に知らせに行くだろうさ。キャハハ。怖いよ。てか、あの手に入れたこれについて何も調べてなかったな。ま、持ってるかな。静寂の玉。戦いの時敵の呪文を封じる。あ、見るとかないんだ。使う。静寂の玉じゃ大きな音出ないよ。外これで見たから、あ、これさっきの見えてたとこだね。はい。ヒッヒッヒッ、わしはこの城に使える魔法の研究家じゃよ。何の魔法家じゃと。それは教えるわけにはいかんな。ヒッヒッヒッ。なんか豊穣味を感じた。あ、踊り子の服だ。踊り子の服ってさ、そんなに防御力高くないんだけど、売り値が高いんだよね。美味しいごちそうにお酒飲んで歌って遊んで、ここは天国のようなところだ。そうなんだ。これアハハウフフって感じだよね。いやん、どいてどいて、追いつかれちゃう。キャッキャッ。なんだよ。待って、この男の人に話しかけたい。ちょっとキモい感じで喋ってそうだと思う。待って。あー、出ちゃった。てへへ、待て、捕まえちゃうぞ。何やってるの。全然働いてない感じだよね、これ。これ外だよね。あっちに階段あったかな？こっから、これか。あ、あれ？でもこれ降りる階段では？あ、これだ。大臣。これは誰？この城の大臣はとても神経質なお方だ。この前も大きな音をさせて大臣をびっくりさせた男が港町の牢屋に入れられてな。港町か、この城から少し北に行った海辺にある、ま、あるはずだぞ。あれ、ってことは大臣に会うためにはまたその海辺の町へ行かなきゃいけないの。ここから北の港町って言ったら確かハバリアね。そこに行ったら何かわかるかしら。そういうことか。あちこちしょっぱなから行く感じだね。だってここに大臣っぽい部屋ないもんね。私が見落としてるだけかな。あ、こっちとか行ってないな。こっち、ちょ、回してもらって、こんにちは。うーむ、不思議だ。どうも足元から人の声が聞こえてくる気がするのだ。ここかな。ここが大臣の部屋かな。おお、かっこいいライオンだ。こっちだ、これだ。別にいるじゃん、大臣。あれ、大臣じゃないかな、これ。わしはこのお城の大臣である。そしてここはわしの部屋。早く立ち去らねば、牢屋に入れてしまうぞ。恐ろしい。この人の後をつけば王様の元に行けると。このお城の大臣なら王様の居場所も知ってるでしょうね。おお、怖い怖い。あんな風にからいわりしてるのは育児がない証拠ね。やだやだ、威張ってる人は心が弱い。そうやって覚えておきましょう。あー、そっか、全部の鍵こじ開けられるんだ。錬金術でこじ開けてるならいいんだけど。てかこれ、お城入ってたの気づいた？はい。何なんだろう。なんかどっかからお金を集めてきて豪遊してるって感じだね。これだろうね、多分言ってること。オーリンの攻撃がめちゃくちゃ強いです。おい、港町。おー、わー、綺麗な町だな、ここ。
港町ハバリア、エンドール行きの船が出る場所だ。エンドールにみんな集まるね。一回みんなでもないんだけど、ライアン行ったし、アリーナも行ったし、トルネコも行った。うちのおじいちゃんたらどこに行ったのかしら。そろそろご飯の時間なのに大丈夫かな。ご老人が多い町なのかもしれないね。はい、キングレオの王様が変わってから港の取り締まりが厳しくなっちまってな、船に乗るための乗車券がなかなか手に入らないんだ。乗船券かな。へえ。そしてここの地下牢に用があるんだよね、私たちは。地下牢どこだろう。この海の向こうエンドールには大きなコロシアムがあったの。私も若い頃はそのコロシアムで戦ったもんじゃ。あの頃が懐かしいの。うふふ、今のおじいさんはそんなに強そうには見えなかったけど。いいな、ヘンドール行きたい行きたい行きたい前には結構なんかギャルみたいな感じなのかな。肌の色も見えてすごいそんな感じに感じてしまう。ミネアは本棚を調べた。あ、珍しい、何もないの。これ一応お祈りしていきましょう。お祈りする。はい、目的を忘れないようにいろいろ見ていかなきゃ。ほら、あ、これ武器屋さんだ。あるかな、なんかいいの。あ、いっぱいある。あ、ちょっと待って、お金足りないかも。ここ見てなかったわ。オッケー、いい武器買えたぞ。で、地下牢なんだけど、こっから行けたりするのかな。話は聞けそうだね。もしもし、もしもし、私はジル。こんな早くから会いに来てくれてありがとう。でも酒場は夜からなの、ごめんね。いつも謝られるな、この酒場にいるお姉さん。あ、夜じゃないとダメなのかな。そんな感じするね。また夜来るか。てか闇のランプ使うか。あ、ちょっと待って待って、闇のランプ使ってみましょう。地下牢っぽい場所今までにあった？こっち多分外に出ちゃう気がするんだよね。あ、回してみるか。ちゃんとこれ刑務所だったりして。あ、刑務所の可能性ある。やっぱりそうだ、見落としてました。さあ、待って待って、これまた見つかったら怒られる感じじゃないんだけど。ここは牢屋キングレオの王様に逆らった者たちが入っている。ほう、話せる？聞いてください。私は何にも悪いことはしてないんです。ただちょっと間違えてお城の大臣の部屋のそばで火薬を爆発させてしまって。火薬ですか？私は昔西のアッテムト鉱山にいたもので、その時手に入れたものです。西のアッテムト鉱山、今度またそこに行くのかな。似てる。待って待って、モンスターいる。これベロリンとかじゃないけど、入れたんだろう。この人も気になるな。何したんだろう。なんであんなのまで牢屋に入ってるのかしら。そうね。ねえねえミネア、ここってなんか臭くない？さすがに牢屋よね。見たところここにはバルザックのやつはいないようですね。バルザック悪魔に魂売ってるからここにはいなそうてか臭くないとかめっちゃはっきり言うの、ちょっとやめてあげてよって気分になっちゃう。お風呂とかなさそうだったもんね、あの作り。一旦夜にしてどう街が変わるのか見てみるか。せっかく闇のランプを手に入れたし、使えってことかもしれません。これじゃない、使う。私これフィールド上でしか使えないと思ってたんだけど、街でも使えるんだね。ハロー。ていうか、大丈夫かな。おじいちゃん探してたお姉さんいないね。見つけたのかな、とりあえず。あ、入っちゃった。ここから船に乗れたらエンドールに行けるってことなのかな。こんな夜更けに船の出るものか。昼間もう一度来るのだな。そんなに強い言い方しなくてもいいじゃないですかあんま人いないね、外には。あれ、あの人まだいるぞ。同じ人じゃないのかな。大丈夫？あ、おじいちゃん、ちょっとグーグー。おじいちゃんたらまたここに来てたのね。そんなにエンドールの国が懐かしいのかしら。ここからじゃ見えやしないの。あ、このおじいちゃんだったのね。エンドールで大会に出てたのが懐かしいなって言って夜までここにいるんだ。死んでしまうぞ。酒場に寄ってください。おお、いっぱいいる。楽しいだな。やー、ソリーソリー。
私はジル。さあ、あなた戻って踊って。賑わってる。あー、忙しい。みんなすごく飲むから注文取りも大変だわ。今って多分そういうこともないんだろうね。いや、逆にあるのかな。飲食店のさ、スタッフとかすごい減らされてるから、急に大人数来たら、大したことない人数でもうわーってなりそうだよね。おい、酒はまだか、酒は。優しくしてあげて。ここキングレオは平和な国だったのだが、前の王が突然亡くなってしまってな。後継ぎの息子は自分が王にならず、血のつながりのない男を新しい王に任命してしまったのだ。ああ、そうなんだ。え？なんで後継ぎの息子は自分が王にならなかったんだ。それ以来この国は荒れ放題さ。え、新しい王の名前？確かバル、なんとかだったな。嘘でしょ？キングレオの新しい王の名前がバルなんとか？どういうことかしら。いや、ここまで来たらバルザックでしょ。バルレオとかじゃないでしょ、絶対。なんでもエンドールで行われた武術大会ではどこかのお城のお姫様が優勝したそうです。でもそのお姫様が試合の後自分のお城に帰ってみるとお城はもぬけの殻だったとか、不思議なこともあるもんですな。そんな情報がこういう一般の人まで知れ渡ってるの？何なのかしら、世界中で不思議なことが起こっているのね。お城のお姫様が武術大会で優勝したりすって？そんなたくましいお姫様がいるならぜひ一度会ってみたいわね。そうね、多分そのうち会うことになると思ってる。じゃあ西の洞窟？こっちに洞窟がある。あ、これか、この祠か。行ってみようか。おお、しびれダンビラ。頑張っていくよ。こっちにも行ける道あるけど、あれ、村もある。これより道な気はするな。何この神聖な曲。何これ、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 封印されてるじゃん。にゃーん。はいはいはい、ちょっと待って、この人、この人、妻のヘレンの墓です。あー、はい。ヘレン、君に会える日もそう遠くはないようだ。ねえ姉さん、愛する人が死ぬことより辛いことなんてこの世にあるのかしら。ないだろうね。ごほごほ、あんまりこの町には長居できなそうね。ひどい匂い。これ人いる？なんかみんな逃げ出してる感じじゃない？旅人の宿屋へようこそ。あ、一応泊まらせてくれるんだ。いや待って、本棚とかあったね。なんだここの国の音楽は。あ、川の帽子、ありがとうございます。どういう場所だろうね。いずれ説明があるんだろうけど、どうしてこの町に続けるのか。おじいちゃんは火薬作りだけが生きがいだったのにそれを禁止されてしまったんです。それ以来すっかり元気をなくしてしまって。そうね、人間趣味があることも大事だからね。わしは火薬作りの名人じゃ。しかし火薬作りはお城から禁止されてしまってね。もし火薬が欲しいなら炭鉱の中にまだ残っているからそれを持っていくがいい。ごほごほ。炭鉱のなかったことはガスの元に向かって突き進んでいくってこと？ガスの元に向かって？はあ、私ってば地下の地面の下に行くってだけでほんと心すさむのよね。日光好きなのかな。火薬は炭鉱の中か。うん。これは何？なんか大きな井戸みたいに見えたんだけど。なんだろう？あ、入れそう。入れない。人が、これ何？人の魂か？こっちは入れそうだね。何ここ？病院か？ん？ごほごほ、あの炭鉱からはまだまだ金が出るはず。それを見つけるまではごほごほ。みんな病んでる。ごほごほ、命が惜しかったら炭鉱には入らないことです。変なガスが出た時から魔物たちが現れ始めて。だからガスに向かって歩き続けることねって言ったのね。若干マーニャとミニアたちの会話が先にネタバレするときあるな。そっちに行けってことか。あ、待って。あ、行けるじゃん、こっち。行けるかな？戦闘とかになんないといいけど。大丈夫かな？
これ以上掘り進んではならぬ。メラメラメラ。我が遺跡を荒らす者に災いあれ。メラメラメラ。トラマナまだ覚えてないんだよね。あれ、もしかしてこっちが進行方向？てっきり行けないかと思ってた。トラマナじゃなくてこっちで行くの。うわ、ガスだけじゃなくて魔物まで。なんてなの？何か関係があるのかしら。え、じゃあとりあえずあそこの気になってた祠は。うわ、人いる。ここ行った後にやってみようか。はい、ありがとうございます。気をつけな、ここには魔物がうじゃうじゃいるぜ。一番最強の武器装備してるから大丈夫だとは思う。あ、回転できないのか。とりあえずここで火薬を見つければいいってことだよね。さまよう魂。悲しそうな顔してる。戦って成仏させてあげましょう。強いな。さまよう魂はまごまごしている。かわいそう。そっか、魂だから戦いたいわけではないのかもしれない。そういうなんか生き量みたいなのがここいっぱい出てくるのかな。わ、これ回転できないの大変。え、全然攻撃してこないこの子たち。マゴマゴしたり混乱したりとか怯えてたりとかして、マゴマゴしている。あ、してきた。怖い怖い。とりあえず鍛えてるもんね。返事がない、ただの屍のようだ。有名なセリフを初めてドラクエ4で聞きました。これ火薬かな。まだ奥がありそうだね。銀のタロットを手に入れた。なんだ？銀のタロット。道具として占いもできる。使う。わかりました。では今日のあなたの運命をこのタロットに聞いてみましょう。銀のタロットを広げ、ゆっくりとかき混ぜ始めた。すいません。今タロット使ったんだけど、一日の運勢とかいろいろ出たんだけど、ちょっと録画ミスしちゃいました。一瞬だけ。で、今使おうと思ったんだけど、占いは神聖なもの、日に一度だけと決まってますって言われて見れなくなっちゃいました。また宿屋泊まってみようと思います。これってなんかね、今太陽のカードの結果はすごい良さげだったんだけど、この子たちの冒険に影響してくるのかな。例えばクリティカルフィットみたいなのが出やすくなるとか。で、逆に悪かったらめっちゃミスするとかなのかな。わかんないけど、単純に私たちのお楽しみ要素とかじゃないよね。 OK、 知らない敵も結構出てきた。こっちかな。大丈夫かな。体調壊さないといいけど、この空気で。くちゃいって言いそう。言わない、我慢してくれてるマーニャ。あれ、これお墓じゃん。いっぱいいた仲間はみんな死んじまったよ。俺もそろそろこの町を出ようかと思っているんだ。ごほごほ。やばいんだろうね。どんな匂いしてるんだろう。温泉の硫黄みたいな想像しかできてない。ベビーサラマンダ、かっこいい。やばい、死んじゃった嘘、やばい、どうしようかな。一旦帰ろうかな。鉱山から変なガスが湧いてきて人がバタバタと倒れたんだ。ここももうおしまいだな。ひどい。ちょっと死んじゃった状態で進めるの怖かったんで戻ってきました。生き返らせて宿泊まっていこうと思います。生き返らせてください。すごいうっかりしてた。はい、よいしょ。戻ってきたかな。戻ってきた戻ってきた。結構これ敵強いね。レベル上げしてるぞとかって思ってたけど、めちゃくちゃ強い。どこにあるんだろう。ここが先進む場所かな。あ、堂々踊り。頑張るぞ。ちゃんとなんか魔法使っていた方が楽かもしれない。ギラ、次の回行くぞ。よいしょ。そろそろ火薬あるのでは。ん、どういう状況。火薬を取りに来たらって。だったらそこの箱に火薬壺が入ってるぜ。持っていきな。もっともしけちまってて派手な音をさせるくらいしか使い道がないだろうけどな。十分です。ありがとうございます。ガスが出ようが魔物が出ようが金が出るまで頑張るんだ。あ、掘って掘って掘り抜いて。すごいプロ根性。
頭は悪そうだけど、ある意味頼もしいわね。言葉がきついよ。じゃあもらっていこう。はい。戦いのドラムに見えた。火薬壺を手に入れた。よし、もうこれ手に入れたらさっさと出てもいいかもしれない。ってマーニャが言いそう。次に目指すのはキングレオのお城ね。さあ1秒でも早くこっから出ましょう。言うと思った。帰ろう。